コンピュータフォレンジックは、コンピュータやデジタル記録媒体の中に残された、法的証拠に関わるデジタル的な法科学の一分野である。現在は、デジタルフォレンジックの中の小分野として、分類されている。コンピュータフォレンジックの目的は、コンピュータシステム自身や、ハードディスクドライブ、または、 CD r o m のような記録媒体、電子文書中のメッセージや JPEG 画像のようなデジタル製品の最新の状態を明らかにすることである。法科学的な分析の範囲は単純な情報の修復から一連の事象の再構成までが含まれる。デジタルな証拠に通常求められる要求に加えて、コンピュータフォレンジックにはとりわけ多くの指針と法的手続きが存在している。 デジタル証拠の完全性を維持するという要求に応じるために、イギリスの調査官は、アソシエーション・オブ・チーフ・ポリス・オフィサーズの指針に従う。その指針は、以下の4つの原則からなる。法執行機関、またはそれらの代理人は、後に、法廷で要求され得るコンピュータ、または、記録媒体に保持されているデータに対して、いかなる変更も施すべきでない。 コンピュータ、または、ストレージメディアに、保持されている現データにアクセスする必要があると、判断する、例外的事情のある場合、アクセスするものはその資格がなければならず、それらの行為の妥当性と意味合いを説明し、証拠を示すことができなければならない。電子的証拠に基づいて、コンピュータに適用されるすべての過程の監査記録、または、他の記録は、 作成され保存されるべきである。独立した第三者がそれらの過程を調査し、同様の結果を得ることができるべきである。捜査の担当者は、法とこれらの原則が遵守されることを確実にする、すべての責務がある。コンピュータフォレンジックは、多くの事例で重要な役割を果たしている。日本では、大阪地検特総部主任検事証拠改ざん事件を、 日に2010年に東京、大阪、名古屋各地県の特捜部に導入された。オリンパス事件、特集会事件、小渕有子関連団体の政治資金規制法違反事件などで応用された。2017年4月には東京地県内に全国の検察事務官などを集めて人材育成や解析支援を担当する DF センターが開設された。 検察や警察などの政府機関だけでなく、依頼を受けた民間企業が手掛ける場合もある。2011年に発覚した大相撲屋を調問題では、アウステクノロジーのリーガルテック部門が破壊された携帯電話から電子メールの内容を復元した。コンピュータフォレンジック操作の標準的な手順は、データ取得、調査、解析、そして報告からなる。 例明期には専門ツールが不足していたため、稼働中のコンピュータを操作せざるを得ない場合が一般的であったが、現代では稼働中のシステムではなく性的データ、つまりイメージファイルに対して操作を行うのが一般的である。証拠物を押収するとき、もし機器がまだ稼働中ならば、ラム上のデータは電源を切ると失われる可能性が高い。 メモリセルに蓄積された電荷の放散に時間がかかるので電力停止後にもラムにある重要な内容が解析され得る。データ回復が可能な時間は低温であって高いセル電圧であるほど長くなる。ラムを引く摂取60度下で電源が入っていない状態に保持できれば電荷の放散が抑えられてデータ回復が成功する見込みは高くなる。しかし、 現場調査でそういった対応は非現実的である。多くのオープンソースツール及び商用ツールがコンピュータ、フォレンジック操作のために存在する。フォレンジック解析の典型例としては、メディア上の資料の手動調査、Windows レジストリ上の疑わしい情報に関する調査、パスワードの発見とクラッキング、犯罪に関連した主題のキーワード検索、E メールや、 画像の抽出及び調査が挙げられる。コンピュータフォレンジックについて様々な認証がある。アメリカ合衆国の多くの州法はコンピュータ、フォレンジック鑑定人に専門的認証、または指摘捜査員のライセンスを取得することを求めている。他にも、インケースサーティファイドイグザミナー認証やアクセスデータ、ACE 認証のように、 製品固有の認証を提供するコンピュータフォレンジックソフトウェア企業がある。ありがとうございます。